カサノリ木は緑草植物門のアオサモズナに属する目の一つである。カサノリ木に属する生物は主軸と隣接する側使からなる緑草であり、しばしば石灰化する。基本的に多角農場性であるが、カサノリ属などでは発生周期まで核を一個だけ持つ。この性質を利用して核を含む部分と含まない部分を入れ替える継ぎ木、実験に用いられ、 生物の表現形を支配しているのが核であることや遺伝情報を伝達する物質が存在することを初めて示した。沿岸域に生育し、ほとんどが熱帯から亜熱帯域に分布する。カンブリア期以降の化石記録が豊富であるが、原生種としてはおよそ10属50種のみが知られる。も体は高さ数ミリメートルから二十センチメートルほどになるが、基本的にも体内に核壁がなく、 一個の細胞だけからなる。発生初期は核を一個だけ含むが、後に核分裂を繰り返して多核になる。水玉属筆の法属笠さのり属も体は基本的に主軸と隣生する側脂からなり、隣生した側脂の集合は隣生枝と呼ばれる。種によっては側脂の先端が互いに接着して主軸を包んでいる。主軸は 先端成長し、基部には過剖を伴う付着器が発達する。古い即死は、しばしば主軸に跡を残して脱落する。優生生殖時には特別な枝である、放肢枝を形成し、その中に、配偶子のオシストを形成する。細胞は、細胞壁で囲まれている。も体の細胞壁は β-1、4万難を、主とする。普通荒れ石の形で、 炭酸カルシウムが細胞壁に沈着し、石灰化する。低温や低焦度では石灰化が低下することが知られている。一方、配偶子ノーシストの細胞壁はセルロースを主とする。母体内の大部分は液泡で占められ、葉緑体などの細胞小器官を含む、細胞質は表層近くに薄く分布する。母体軸に沿って速さ60、120。 メートルマイメートルに達する、原形質流動を行い、細胞小器官や栄養物、メッセンジャー RNA などが移動する。最初は複層、または多倍性の一個の核が下根部に存在するが、後に減数分裂とそれに続く分裂によって、単層核が多数存在する状態になる。複層核は一次核、または巨大核と呼ばれ、巨大と呼ばれる。核分裂は、 閉鎖型、中間防水体は残存型。極に中心固定は存在しない。葉緑体は盤状で多数、時にピレノイドを持たない。同一固体内でチラコイドの分布が異なる葉緑体の2型が存在することがある。葉緑体中に添粉、またはフラクタンを貯蔵する。色素体 DNA は極めて大きく、2MBP に達することが示唆されている。 カサノリ属の生活感。放射枝中に形成された配偶子のオシストから放出された日本弁毛性の配偶子が合体して接合子となり、1個の複層角を維持したまま中心軸と臨性枝、下根からなるも体へ成長する。弁毛細胞としては日本弁毛性の配偶子のみが存在する。2個の規定固定は上から見て、 半時計回り方向にずれており、側部でやや重なって配置する。弁網装置は回転対象の交差型であり、規定固定と微小管制弁網根の間の角度は小さい。配偶子はメ点を持ち、正の走行性を示すが、接合後の同接合子は負の走行性を示す。接合子は直接にもからないと成長し、少なくとも発生初期は服装単角を維持する。 その後、減数分裂及びそれに続く核分裂が起こり、単層の核を多数持つようになる。薄重ね属などでは、比較的初期に減数分裂、核分裂を行い多数の二次核を持つようになる。一方、重乗り属などでは、栄養体がほぼ完成するまで一個の一次核を下根部に維持する。多数の二次核が形成されると、放射枝中に移動し、ここで、 細胞骨格に囲まれて、配偶子が形成される。また多数の配偶子を含む領域は、配偶脂脳シストへと分化する。配偶脂脳シストはすぐに、配偶子を放出することもあるが、耐久世代として機能することもある。配偶子は、同型配偶、または、異形配偶を行い、接合子を形成、これが新たなモカラダイ発生する。 流層脂など方子による無償生殖は知られていない。アシタビューレリアアサタービューオレムの生育環境。カサノリ類はすべて沿岸域に生育する海藻であり、特に熱帯や熱帯域に多い。浅い海に生育するが、水深20メートルからの報告もある。一般に潮濃度変化に弱いが、バトファーは他の属よりも耐性を示す。2020年現在、 環境省レッドリストでは、細江傘ケブカフデもは、絶滅器具愛類に、薄笠根は、絶滅器具通類に、笠ノリ、長水玉、片水玉は、純絶滅器具に指定されている。多角農場性であることから、羽も類などと共に果も目に分類されたり、得意な特徴を多く持つため独立の目として、認識されていた。やがて1970年代以降、 理細構造学的特徴から、青さめ、塩ぐさめ、羽もめなどと共に、青さもナに分類されるようになった。独立の綱として扱われたこともあるが、2020年現在では、普通青さもナの一目とされる。分子系統学的解析からは、同様に、多角農場性である羽もめの姉妹群であることが示唆、されているが、これとは異なる、系統関係を示している研究もある。 原生種としてはおよそ10属50種ほどが知られる。臨生枝に、休憩の放肢枝を、側生する、ケブカフデモカと、混合状の放肢枝が、主軸に臨生する、カサノリカに分けられているが、前者は、側系統群であることが示されている。日本からは7属16種が報告されている。カサノリ類は石灰化するため化石記録が豊富であり、最古のものは少なくとも、 カンブリア紀まで遡る。ペルム紀三畳紀中期、白秋前期、古代未期前期に特に豊富であり、この頃の石灰岩形成に大きく寄与したと考えられている。これら化石種として180属ほどが知られ、セレトネラカ、ディプロポラカ、トリプロポレラカ、ケブカフデモカ、カサノリカの5カに分類されている。また、 カサノリ類との類縁性が示唆される生物群として、レセプタキュライテス類とサイクロクリナイチズがあるが、その系統的位置は明らかではない。ディプロパー・ジャイロポーラ・ゴニオリーナ・ケブカフデモカ、レセプタキュライテス類。ありがとうございます。